どうも、はちゆるいますです。ということで、今回の動画は、デビアを繁殖飼育されている方だと、朗報になるかなと思うんですけども、デビアを飼育していると、何の餌が一番いいんだろうって疑問に感じる方は結構多いと思うんですよね。で、僕自身も今までラビットフードを与えたり、牧草を与えたり、あと昆虫ゼリーを与えたり、もういろいろな餌を試したんですよね。で、今与えている餌が果物のバナナになるんですけども、なんでバナナを与えているかっていうと、はちゆるいたちの餌を買う際に、野菜を買うんで、それのついででバナナ買えばいいやっていうので、栄養もあるし、バナナを与えてるんですけども、ただバナナに関して言えば、ラビットフードとかに比べると値段が高いんで、長い目で見た時にコスパ的にはそこまで良くない餌なんですよね。で、ラビットフードに関しては、ツイッターで、ラビットフードよりもさらに餌があるっていう情報が流れてきて、で、その餌を使えば、吸収もいいし、ブリッブリな個体になるし、数も増えるし、排泄物の量も少なくなるみたいな、もうメリットだらけの餌があるっていう情報が流れてきたんで、今回はそちらを、実際に購入してきたんで、こちらを開封して餌を与えていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ということで届いたんですけども、早速ね、開封していきたいと思います。はい、ということで、今回紹介する餌がこちらのうずらの餌になります。で、ラビットフードに比べると、こちらがマッシュ状になっていて、ラビットフードは固形なんですけども、こっちは粉になってるんで、デビアたちが食べやすく、赤ちゃんでも食べられる餌になってるみたいです。ラビットフードでも食べられるんですけども、こっちの方が柔らかいんで、吸収もしやすく栄養もある。なので、増えやすいし、ブリッブリな状態な個体になるし、栄養をより多く吸収できているんで、排泄物が量が少ないということになるらしいです。で、今回はこちらを実際に与えてみて、どれだけ食いつきがいいのかなっていうのを見ていきたいと思います。で、また別の動画でこの餌を与えてみて感じたこととか気づいたこととか、紹介していけたらなと思います。で、今ちょうどいいっていうのもあれなんですけども、ゴキブリを新たに購入して、成虫じゃない幼虫状態のゴキブリが1000匹以上いるんですよね。なので、この餌を与えて本当に栄養状態が良く吸収も良ければ、もう成虫になる頃にはもうね、太長いブリッブリな個体になるはずなんで、そちらを検証していきたいと思います。今回ね、与えるだけなんですけども、早速こちらの餌を与えていきましょう。ではこちらに今デビアの幼虫たちが1000匹以上いるんですけども、こちらの飼育環境を作る動画も上げてるんで、気になる方は見てみてください。では与えていきたいと思います。ただね、ちょっと今の時点で気づいた点が、これね、チャックとかがないんで、開封したらね、ジップロック使おうかな。保存したり、あとは別の容器に移し替えるなどして保存するようにしてください。そうしないと多分ね、こういう餌って栄養があるんで、小さい虫がこの中にたかったり、あと劣化してしまったりすると思うんで、その点はちょっと気をつけるようにしてください。では切りまして、どれぐらい食べるかな、1000匹。さあ、入れた瞬間に食べてくれるのかな。実は今日ね、この子たちが届いて、で、飼育環境を作ったんで、ちょっと警戒してるような感じもするんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。では違うデビアたちにうずらの餌を与えていきたいと思います。多分すぐ反応してくれると思うんですけども、ちょっとこういう100均の容器を使ってます。もうすぐ来ましたね。このようにね、この子たちはもうなんか人間に飼いなされちゃってるんで、すぐ寄ってくるんですよ。すでにちょっと集まっちゃってるんですけども、ここから上に霧吹きをかけていきます。ということで、だいぶ数が集まってきたんですけども、今与えているうずらの餌とかラビットフードとかってリン酸が入っているんで、カルシウムの吸収について気になる方がいると思うんですけども、リン酸ってカルシウムの吸収を阻害したりするんで、リン酸を多く含んでいるほうれん草とかは爬虫類にはあまり与えない方がいいというふうに言われてるんですけども、こちらのうずらの餌は産卵期でのカルシウム必要量と適正なカルシウムリン比を考えて作られていますということなんで、カルシウムの吸収についてはそこまで気にしなくてもいいかと思います。で、あとは良質なタンパク質を使用し、アミノ酸バランスを考えたフードです。そして産卵期の適正な体重を維持するため、栄栄養が適正に供給できるようにエネルギー、タンパク質のバランスを考えて作られていますとのことなんですけども、今回与えている餌はうずらの餌ではあるんですけども、産卵期のことを考えて作られている餌なんで、もう栄養が抜群にいいんですよね。なのでこれからどんどんプリップリな個体に育っていくと思います。今回ちょっとね食べなかったんですけども、最初に与えていた幼虫たちがどれぐらい成長になった時にプリップリな個体になるのか、すごい楽しみな餌ですね。で、今映っている子たちは基本的にバナナを与えて飼育している子たちになります。で、今までディビアを購入してきた時に、ディビアのこの入っているパックの中にこれと同じ匂いのものが入ってたんですよね。なので今回あれが何なのか正体が分かったって感じですね。多分うずらの餌入ってたのかな。で、今与えてるうずらのフードは 1kg で300円から400円ぐらいで販売されているめちゃくちゃ安い餌なんですよね。なんでコスパ的にもすごいいいし、栄養面もあるんで、これからがすごい楽しみな餌になっております。今回はねこのように餌を与えて、食いつきどうかなっていうのを見る紹介動画だったんですけども、どうだったでしょうか。またねこれ与えてみて、最初に写した幼虫たちがどれぐらいブリッブリな個体になるのかっていう動画も上げたいと思うんで、またそちらも参考にしてみてください。ということで今回はディビアの繁殖に適した餌の紹介でした。この動画がいいなと感じていただけたら、ぜひねグッドボタンとコメントも書いていただけるとすごく嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。楽しみにしている